湯川直光は、戦国時代の武将、畠山氏の家臣、湯川氏十二代当主、木の国亀山城十一代城主。湯川氏は、甲斐、源氏の流れを組み、熊野街道の要所であった道湯川を領したことに、始まり、南北朝時代に、湯川光春が、室軍から日高軍にかけて、広大な勢力を築いて、亀山城を築城した。 湯川わの頭目、湯川ゆか真っさはるの長男として誕生。直光は、当時の交通の要衝であった小松原館を、築城して、平時の館としたという。貴族風土器によると、強力元年、摂津国江口の戦いで、三好長兄の軍勢に敗れたが、山品本願寺の少女の助力もあり小松原館に、帰還。天文年間に、感謝の意を込めて、一同を建立し、 次男信春を出家させて、住職としたという。元来、河内と紀は、畠山市の両国であったが、永禄元年、河内から守護、畠山高生が、安見宗房と対立し、紀に下校してきたため、直光は、迎え入れ、翌永禄2年に、三好長慶という河市の尽力により、河内に帰り咲いた、高生は、この功を高く評価し、直光に奉公衆である。 畑山中津笠正優の家督を与えた。ところが、永禄三年に後世は宗房を復帰させ、これが長兄の河内信仰を招き、後世、宗房は河内を奪われ、キへ亡命した。この際、直光は幕府から大内垣を下されたため出陣を見合わせている。なお、後世の河内復帰時に、直光が河内守護大に任じられたとする話は、 足利がなど、後世の軍旗に見られるのみに過ぎず、事実ではない。永禄5年3月5日、川内奪還を狙う、後世の命で、湯川州を率いて従軍し、河内で、長慶の弟、実球が率いる三好軍を撃破した。以前幕府によって参陣を停止されていた直光が、半三吉に協力したのは、三好氏に所領を横領されていたためとも言われる。 5月19日の強行時の戦いでは、三好町逸らの軍勢を、根頃衆と共に迎撃していたが、長兄の子、吉沖の軍勢が参加したことで劣勢となり戦死した。あとは、長男、直春が継いだ。ありがとうございます。